神の明石さん、疲れファイト、ありがとうございます。おはようございます。おはよう、おはよう、おはよう。シジマールさん、ハートありがとうございます。おはようございます。ハートさん、花束ありがとうございます。ちかっぱさん、ありがとうございました。ちかっぱ祭りありがとうございました。おはよすー、おはよう、おはよう、おはようございます。ぶひやまぶひよさん、だるまありがとうございます。平八さん、いいねありがとうございます。しじまるさん、レインボースターありがとうございます。おはようございます。日中浩二さん、お疲れありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです、とっても。平八さん、バラありがとうございます。めっちゃ楽しかったです、とっても。はいはいみたいな。とっても楽しかったです、ちかっぱ祭。ちかっぱ祭めっちゃ楽しかったです。ちじまるさん、花束ありがとうございます。わだっちさん、だるまありがとうございます。おはようございます。楽しかったね、楽しかったです。ぶった曲げるぐらい飛んでたらしい。高秀さん、だるまありがとうございます。見えましたよ、うちはもうペンライトもね全部見えましたよ。ありがとうございます。見えました。あ、そうなんや、初見やったんや、ステージで。あ、笑顔を抱えてありがとうございます。ぜひ公演でもお待ちしてます。17日、お出勤中、いってらっしゃい、頑張ってね、いってらっしゃい。そう、トラブルで変更はあったんですけど、最高に楽しかった。わー、ありがとうございます。猿山さん、ハートありがとうございます。そう、いろいろね、雨だったので結構大変だったんですけど、それよりも何よりも楽しかったですね。とっても楽しかった。わー、祈ってました、ありがとうございます。ね、とりあえず無事終われて目標を達成できてよかったです、みんなで。ビースケさん、ハートありがとうございます。これのつもりだったん？あ、今から？え、冷めちゃうやんかも。もう冷めてるけど、チンして小さい方がいいかも。じゃあ後でチンするの。まだらしい。めっちゃ移動させられた。そうですよね、きっと。どんな感じだったか詳しくは分からないんですけど、多分そんな感じだと、皆さんのツイートを見てる感じだと、ね、そんな感じだと思いますね。ありがとうございました、本当に雨の中。ビースケさん、ありがとうございます。年届きました、年送ってくださってありがとうございます。年を、雨の中パフォーマンスはやばいですね、つるって言っちゃう。おはようグレート、ありがとうございます。里政さん、ペンライトありがとうございます。ずぶ濡れかな、ずぶ濡れ、あら、そうなんや。風邪ひいてないですかね、皆さん。
次こそは野外でできるといいですね。ね、全員でできてよかった、本当にみんなね、体調不良とかもなく大事。デコデコさん、レインボースターありがとうございます。あ、なるほど、一旦おばさまに避難して病んだらもう一回入れて作り直してたんですかね、明太子で。なるほど、それは大移動だ。明太子とごまそばも結構離れてましたしね。着替えとか大丈夫だったのかな。それは全然、いや、あれじゃない、ああ待ってる方、着替えとかね、風邪ひいてないですか皆さん、大雨の中で。わたっちさん、ハートありがとうございます。お仕事戻ります、ありがとうございます。あ、ルームス入会者ありがとうございます。ルームス昨日までに入ってくださった方はニックネームとサイン入りの待ち受け画面がプレゼントですので、皆さんの名前を丁寧に書きたいと思います。アクティビティと写真、リオピとリオピースしてる写真と、あの3年前に東京都庁でピアノを弾いた時の動画をアップしてますので見てくださいね。キピオさん、だるまありがとうございます。キングキャメロンさん、レインボースありがとうございます。そうなんですよ、立ち位置が結構ガラッと変更になったりして、そう、あきらさん、だるまありがとうございます。だるまやこね、いい思い出いろいろあったけど、そうそうそう、順番的になんか割り込む感じになっちゃったけど、でもあみあやも出れてよかったね。最後だったら出れなかったから。浦部さん、ココナッツありがとうございます。屋内ステージに行ったら乾いたそうなんや、よかったよかった。そうそう、声声、いや思ったより声低いな、ね、低いね。浦部さん、ありがとうございます。イントロで鳥肌立った、わあ、ありがとうございます。そう、スターライトパレード弾いてる動画ですね、あれは。ありがとうございますはあ、そう、ルースね、鮮やかになったんですよ。昨日メイク待ってる間にマネージャーさんと一緒に、え、そうなんだ、パソコン持ってくる、あ、そうそう、毎日持ち歩いてはる、ね、そうだよ、毎日パソコン持ち歩いて、あ、まあリンゴだけど、リンゴ一緒に変更しまして、自体もちょっとポップにしてみました、ペンライトカラーですね。そう、ステージの大きさがね違ったんですよ。みょんさん、花束ありがとうございます。マックも言えるの、マック言っちゃダメ、リンゴ、リンゴな、うん、レパードさん、レンボーさんありがとうございます。他のアイドルさんのステージ見れなかったんですよね、見たかったんですけどトイレで会うぐらいでしたね、声低かった。ね、順番変えてくださってね、鳥ではなくなっちゃったんだけど、でもみんなで出てよかったです。でも他のグループさんは大変だったよね、とはいえ、だって物販とかあるからね、ね、結構遅くなってたかもね。そうよ、健康は仕方がないけど。牧人さん、バラありがとうございます。
おたげとか見れたの？アニメたちは。おたげ見てない。上からとか見えなかった？上から？舞台とか。全然見てない。うん。うん、朝がサンパラありがとうございます。ありがとうございます。キメキツさんプチありがとうございます。え、全部のアイドルの振りを振りコピしてる。もうもう読めるけど、へえすごいすごい。え、どういうこと？全部のアイドルだったら何本ぐらい出てるか分かんないけど60ぐらい。すごー、ネヌビヌも覚えてくれてたかな。ね、忘れられない思い出となりました。楽しかった、すごかったですね。歴室内であんなにすごかったら屋外やったらどうやったのっていう話をみんなでしてました。すごいねっていう話を。鹿尾さんだるまありがとうございます。キピオさんもだるまありがとうございます。すごかったね、みんな一緒にちょなんかジャンプジャンプしたりとかペンライトブーブー振ってくださってありがとうございます。そう、なぎいち打席抱えてる人いた、いたいた。アンネたちは若ちゃんも、そうそう、エンジンの声聞こえてました。そう、エンジンした瞬間にね、みんなも今日もキュートだーって、今日もぐらいでうおーってなってたんですよね。嬉しかったですよ。でもえ、ちょっと待って、ナギイチ抱えてるって、そう、みんな友達なの？そうそうだ、そうだね、わかんないけど、その場にいた人でじゃあ俺抱えるなとか言うのかな。そんな話してる時間ないと。いやいや、事前にもし何日が出たらさ。ゲームのハートありがとうございます。ヒットポイント、そう、めっちゃいっぱいでしたね。ハウス内、ごまそば内、もうパンパンのパンパンで、怪我してないかなと思いつつ。レパートさん、ココナッツありがとうございます。ありがとうございます。すごかったですね、本当に声が、本当にゴマサバ割れるんじゃないかみたいな、ゴマサバ割れるんじゃないかレベルでしたね。楽しかった。そう、思ったより、そうなんですよね、急に着替えて本当に確認しますって確認してたら、さあ行くぞぐらいの時にダメ、無理ですって言われてね。で、アドレナリンはやっぱいいですね。アドレナリン大盛り上がりでしたね。でも結構有名な曲のナギーチとユリイカも大盛り上がりでしたね。みんな知ってる曲だから。キューキーって一緒に下げたい。わー、先言いましょう。今日もキュートだ。キューキみんなでのけぞってた。そうなんや、みんなのけぞ、大丈夫かな、怪我。ね、雰囲気で私も思った、全然違って、劇場立ってるからっていうのもあるかな。青いボイさん、ハートありがとうございます。結構遠いもんね、大阪市内からね。そうだよね、ちょっとはっ、 そうだよね、あれ今度自分で自転車で行ってごらん。うん、どうぞ。遠いよ、ちょっと。電車とか間に合いましたか？
うん、ね、終電とか。きっとキュウジのことを応援してる人でばっかりだったわけじゃないけど、うん、多かったけどね。しじまるさん、だるまありがとうございます。楽しそう。そう、楽しかったです。しじまるさん、だるまありがとうございます。そう、ルームスカラフルになりました。グッドゲームありがとうございます。ねえ、無事できてよかったですよ、本当に。ねえ、どうなることかと思いましたけど、怪我もなく、みんな。瀬戸にしてよかった。わあ、ねえ、休憩生らしい感じで。めっちゃしんどいですけどね、めっちゃリハの時からやばいみたいな。北川賢治の後の好きな虫っていう体力消費するランキング上位の連続2曲がやばいって思ったんですけど、体力消費するランキング全力に上位に、体力消費する曲ランキング上位2位の上位が上位の曲、ね、でもなんか忘れられへんのも違いますね。ね、ほんまに。パンツびしょびしょやんみたいな人いたんじゃないか。ラッキーすぎでしょ、まあ、乾くとしても、うん、暑いと思って薄着できた方もいたかもしれないね。そこね、車に来てる人もきっといただろうけど、タクシー呼ぶって言ってもなんだろうし。セミがステージの真ん中に落ちてきて、そこはなんか素手でヒュッてやってほしかった。確かに蹴るとかね。いや、そりゃダメだよ。飛ばしてあげるとか。まあでも野外ならではって楽しそうですけどね、野外ならでは。あ、お目当てのグループ見るため譲り合って前変わってくれたりして。優しい。そうなんや、優しいね。な、何が運動会？運動会の時親もそうじゃん。ああ、確かに。じゃあ前どうぞみたいな。運動会、確かに。3組ですか？ね、あ、見られてよかった、ほんと。そう、好きな虫をちゃんとしたポジション付きでやったのは私は初めてだったんですよ。あ、初めてではないけど、見せるのが初めてだったんですよね。練習でやったりとかしてたけど、初日だけだったからさ、好きな虫やったの、公園で。2回目から段だったから。そう、好きな虫、でもライブでやったりしたけど、本当にあ1列とかワンポチとかで同じ場所でしかやってないから、ちゃんと振りをポジション付きでやったのは初めてで楽しかったです。山戸さん、リンボーさん、ありがとうございます。アウボーさん、だるま、ありがとうございます。ジャンプしてる人が近くに来て焦った。ボンって怖いですね。でもみんな飛んでましたね。お元気ですか？ I'm fine。 でも一日ずれてたらもうダメだったね。今日ももう多分そうだね。うん、ね、何もかもいい夏の思い出ですね、ほんと。一瞬でびしょびしょ。うわー、風邪ひかないように気をつけてくださいね。もう一日経っちゃったけど、風邪ひかないようにね、みんな。
あ、皆さん会場内のフードとか食べたんですかね。食べれなかったんですよね、私たち。食べましたか、美味しそうなフード。わかんないけど、来年のファンの人たちずっと待ってくれてたんじゃない。ね、見ずに。あ、そうかもね。うん、だって見たいじゃん、前に。にもかかわらずきっとだけど、順番とかがわーってなったんじゃないかな。明日直撃は公演、私出ないけど、公演無事できるといいですね。明日はじゃあ一日家にいた方がいいのかね。他のグループさんと全然話せなかったんですよね。トイレで疲れ様ですとしかできなかった。楽屋が別だしと思ってっていうのあるけど。あ、そうなんだ、楽屋もあったんだ。うん、それは全グループ一つずつ、なんかその交代交代だけど。そうな感じの建物だったか。あったあった。レコレコさん、ハートありがとうございます。わ、カレーいいね、美味しそう。カレー、わ、夜勤休みになりそうです。おお、いいのか悪いのかという感じですが一時避難の時に今がチャンスってなって慌てたりそうだね。うん、確かに電車も動かなさそう。大丈夫かな。そもそもみんなも来れるかどうかが心配ですよね、うん、そもそも来れなかったら元も子もないですもんね。え、劇場って自分からさ、なんかちょっとこっちの地域はちょっとひどそうなんでキャンセルしますっていうのは。あ、でも直前までキャンセルできたんだっけな。あ、でも決済した後どうするんだよ、よし、クレジットで。レバーヌさん、セミありがとうございます。2週ミミミミありがとうございます。ありがとうございます。 SK さんもう先に明日は延期ですって出したんだ。そうなんだ。カレーはカレー私やんあー、アーティストが客席ダイブ、ロックなフェスね。なんか映像で見たことあるかもあのファンの方の上をゴロゴロ転がっていくやつ見たことある。ゴロゴロ転がってみんなでこうやって大玉転がしみたいにこうやってファンの方が。そうね、会場入りで待ってる時、会場入りでどうぞ私もそうやった。まあ本当だダイブしても落ちる、つらつらいね。辛いね。まあ落ちるところにダイブしようと思わないかもしれない。えなしろって知ってる？名前だけ。あ、そうなんや。えなしろ2時50分でも知らんねんや、あれどんなギャグかって。うん、いや、あれが知らんだけかもしれんけど、そんなにお笑い詳しくない、うん、ちょっと今放送禁止に近い感じの芸人さんだけど面白いけど。あ、大阪店 JR は動いても普通でしょ。あ、それじゃ時間がかかっちゃうとかそういう感じなのか。うん、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。お仕事いってらっしゃい。玉
まきさん、だるま100個ありがとうございます。だるまありがとうございます。ね、避けられたね、避けられちゃうかも、びっくりして悲しい。事前に言ってるのかな、あそこ飛びますよとかやばくないですね。パパあやねのライブが生まれて初めてに近いライブやってる。え、あやねのライブ、あやねの NMB のあやねが出たライブが自分がお客さんとして行ったライブが初めて。うん、そうえ、バンドとかも行かへん、行ったことない。あ、ごめん間違えた、あの平成ジャンプのあやねの付き合いで平成ジャンプさんの大阪ドーム、その当時大阪ドーム、今は違うけど名前、そこの大阪のドームでコンサートした時に、なんか平成ジャンプ全然好きじゃなかったんだけど、チケットをちょっともらって行った時にパパがなんか付き添いで行ったんやけど、それが始まあ1回と、あとお母さんと一緒に。え、なんかバンド好きなのにバンドのライブとか行かないの？行ったことないって言ってた。好きなのに？うん、行くほどじゃなかった。何を持って好きなの？あ、CD とかってことか。CD 在宅派だったのかな。なるほど。そう、あとお母さんと一緒のライブとか、なんかクラシックのコンサートとかはなんか好きそうであるけど、なんかアーティストのコンサートを自分がペンライトとか振って行ったのは娘のコンサートが初めて。そうだね、秋山先生の目撃情報多いジョルジョルしちゃったかな。今よくにやけるよ、あらあらそらびっくりする。平成ジャンプさんってもうあやねが朝顔さ ん, 朝顔さんバラありがとう、朝顔さんじゃ、朝顔さんバラありがとうございます。朝顔かな、ありがとうございます、ありがとうございます。バラバンド好きでさ、バンド自分もやってるのにさライブ行ったことないんやと思ってでもそういう在宅流行ったのさかの、働いててなんかアルバイトあるじゃないですか、びっくり、見て大学のアルバイトとかで1日バイトで、なんだどこでミスチルって言ってたかな、ミスチルさんのバイトを外すの忘れてました。え見えてないけどおはよう、仕事です、頑張って、お気をつけて、ファイトです、頑張ってね。あ、フルコース、マッコンさんありがとうございます。3週朝からセットしてくださってありがとうございます。フルコースありがとうございます。フルありがとうございます。朝からNSB 到着したの分かったんや一番目立ってたのは明先生ね、私たちも車の中から一瞬で分かりましたもん、緑やったからで新品、そう新品です。あの大阪に住んでましたけど、ね、いたこと。あ、確かに地方にいたりすると、あ、大学で大阪で、あ、大阪でした大阪だった。ずっと行きたいバンドとかはあったら、ルナシーとかね、世代的にビーズとか、今も YouTube でずっと延々と聴いているから、多分あやねがこっそりパパの誕生日とかに撮ってあげたら感激して泣いてしまうかもしれないとか、気づかなかったな、映ってなかったからよかったけどあれと思った、ウニクロでした
ただき物の。青ボイさん、ハートありがとうございます。バナもありがとうございます。そう、ボジジョイが大変だったけど楽しかったです。そう、昨日秋田先生がそうそう一緒に来てなかったら本当にやばかった。あー、確かに初めては行くまでがハードル。あー、確かにそれはなんとなくあ、おはよう。ちょっと待って、 YouTube な、なんかただ画面になっちゃった。そうなんや、昔は今ほど気軽にな買えなかったの。窓口の徹夜で並んだり。そうなんや。ネットで墓地とか買えなかったら。そっかそっかそっか。画面で出るとかそういう時代じゃなかった。ミュージュ。すごい、大晦日に大阪城ホールで、すごい。ごめん、ルナシーじゃなかったかもしれない。あ、でもやっぱスピッツとか、スピッツさんとかミスチルさんはもう本当大好きだと思う。あれ、撮ってあげ、一生懸命電話して、電話っていうかネットで。そうなんや、コース電話とか書いて、へえ、あ、同じこと言ってはる、そんな噂が。そうなんや、公衆電話、みんな言うてる。黒電話。時を感じる。そう、でも去年のな今頃ね、私もママと一緒にネットカフェのパソコンで乃木坂のチケット頑張って取ってたんですよ。抽選が全部落ちたから一般で狙うしかないと思って、始まった瞬間もうパソコンでめっちゃポチポチしまくってました。はぁ、来た、はぁみたいな。で、来たと思って、来たと思って取れると思ったら私がもたついてしまって、緊張してな、あまりにほんまに押せと思ってなかったからさ、あまりにもパニックってしまって逃してしまったんですよ。ネットカフェのカップルシートでな。そう、パソコン2人でパソコンに向かってチケットをいっぱい巻くと思ってたんですよね。めっちゃポチポチカチャ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 しまくって、そうそう、あるあるなんや。そうそう、うわーってなって来てる。でもたついてる間に取られてしまったんですよ、残念ながら。いっぱい難しいですね、早いもん勝ちやからねえ。で、諦めたっていう。ああ、そうなんや、そしてたんや、ドリカン、その時。今年は平和に配信で見たいと思います。東京、あの、真夏の全国ツアーの東京が配信もあるみたいなのでね、乃木坂さん。かわいいです。ありがとうございます。ではでは、おじいちゃんの朝ごはんがあるので終わりたいと思います。朝から来てくださってありがとうございました。今日は20時半からもね、夜の方のために配信しようと思ってますのでお待ちしております。はい、20時半からします。今日も良い一日をお過ごしください。13時、間違えた、13位。マッコーさん、ありがとうございます。パチパチパチ。12位スティッチさん、ありがとうございます。11位ソラさん、ありがとうございます。10位水族館さん、ありがとうございます。9位デコデコさん、ありがとうございます。8位ヤマトシさん、ありがとうございます。7位浦部さん、ありがとうございます。6位平八さん、ありがとうございます。
5位、あさかさん、ありがとうございます。4位、あおいぼいさん、ありがとうございます。そして3位はだら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 ぶひやまぶゆさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルンみょんさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして内心の1位はドゥルル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 ルン、しじまるさんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも朝から来てくださってありがとうございました。星の木も男女じゃない方も本当にありがとうございます。朝から部品ありがとうございます。今日は20時半からもするので夜空いてるよって方はお待ちしております。今日も一日頑張りましょう。そうだね、それでは終わりたいと思います。次の配信も来てくれるかな。それではまたねー。